ソリッドナーゾ、やっぱりボスの偽名だろうな。でなけりゃこんなに早く娘を隠すはずがねえわな。せっかく来たのに無駄足じゃねえか、クソが。でも、もし娘を捕まえられたらボスの正体もわかるかも。ねえ兄貴。ソルベとジェラートの件以来身動きが取れなかったからな。娘を護衛しているのは誰だろうな。ペリーコロはスタンド使いじゃないからポルポあたりか。じゃあとりあえずネアポリスに出向いて直接聞いてみるか。浮かれるな。こういう構成の時ほど落ち着いて行動しろ。気持ちはわかるが、ソルベとジェラートのことも奥底にしまい込め。失敗はイコール死だ。興奮する。しかしこんな時は浮かれた奴から死んでいく。ぶった切ってやった足が。やはりそうだ、リゾットネーロ。完全に能力が見えた。磁力だな。その距離からスタンドの磁力のような能力で操作している。俺の体内の鉄分を操作し、カミソリやハサミを作って体から吐き出させた。姿を消すのも磁力で鉄の粉を体に付着させ、保護色のように周りの景色を描き同化しているんだ。当たりだ。だが我がメタリカの正体を知ったところでもう遅いんだぞ。すでにお前は出来上がっているのだからな。鉄分、それはこの地球上でどこにでもあるものだ。砂の中にはもちろんあるし、湧き水、植物の中にもある。そして鉄は人間の中にも当然ある物質だ。の攻撃を予想しておきながら、もうそれ以上ダメージを受けることは許さんぞ。これはボス。お前に能力を見破られて私は足を切断された。だがすでにお前は出来上がっているのだ。それはもう何をやっても変わりのないことだ。鉄とはほうれん草のような野菜やレバー肉などに多く含まれる栄養で、血液に密着している重要な物質。鉄分が体内から一気に外に出ちまったらどうなるのか。簡単に言うと、血がおぞましい黄色になって死ぬ。鉄分は血液の中で呼吸によって入ってきた酸素を捕まえて体の隅々まで運ぶ役目を負っている。もしそれがなくなると、指先や脳みそだとかに大切な酸素が全くいかなくなる。つまりすでに鉄分を大量に体内から奪われたお前は、息が荒くとも酸素が体に全く取り込まれていない。死ぬ前に体が死人になって死ぬのだ。さてと、これから俺はどっちにすべきかな。お前がこのままへばるのを待つか、それともすでに時間切れのようだからとどめを刺しに行くか。ボス、あれは館のそばにブチャラティだ。ついに姿を現した。それとナランジャとアバッキョもいる。なんだと、アバッキョがいるのか。もう時間切れだ。ドッピョ、今度の攻撃で終わらせろ。リゾットの動きを画面で予想するんだ。すでに見てます。リゾットは右側から回り込むように向かってくる。そして消えるぞ、見えなくなる。まさか。何が見えるんだドッピオ、何が見える。逆にやってやるぜ。くそー、やってやるぜボス。数秒後、この画面が起こる前に逆に奴の頭をえぐり飛ばしてやるぜ。さっき足をぶった切ってやったみてえによ。